とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクララジオンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は新しい装備が出てきました。使ってみましょう。これ。輝くローブですね。今更感がちょっとあるんですけども、エンチャント見てください。黄金で、雷フォーカス。雷フォーカスかよって思うと思うんですけど、まあまあ、下も見てください。下が、帯電 !263 の帯電は、レベル3で180万与えることができます。で、それに、雷フォーカス3が入ると、300万超えるんだよね。帯電で。帯電で300万。これはね、なかなかダメージあると思うんだ。で、それで、ポーションバリアもついてます。いいよね。で、真ん中がね、クールダウンかな、これだったら。うん、霊気よりもクールダウンの方が使いやすいかな。まあ、とにかくぴょん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 して、この帯電でダメージを与えていったら、うまいこと進めるんじゃないかなと思いまして、一度使ってみようと思います。帯電クールダウンのポーションバリアですね。どんな感じだろうね。それではちょっとダメージを見てみましょう。結構ダメージ。出ると思うんだけど、300万超えるっしょ。計算では300万超える。315万。あ、いいね。で、ドラは効くの？あー、落ちちゃった。ドラでダメージが増えれば、すごいんだけども、940万。ドラでダメージが激増する。ちょっと待って、これはすごいぞ。はい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 。300万で、ドラが入ると、960万。すごいね。あとは、試したいのが、虚無だね。虚無が入ると、虚無ダメージはどうなるんでしょうかね。虚無入りました。虚無まで乗る。ということは、これはやばくない？ドラと虚無が入れば、ちょっと待って、これすごいダメージになるぞ。普通に敵を倒していけるわ。これは、ちょっとこれえらいこっちゃなるかもしんない。これボスすら結構簡単に倒せない？もしかしてさ、なんかそんな感じがするんだけど。ドラが入ると敵ワンパンで全然倒していける。これはすごいね。矢はもうなくなった。ちょっと矢がめちゃくちゃいるね。ならば、これさ、クールダウンは当たりだったね、やっぱり。クールダウンが入ってるからこそ、ドラがいつもより多めに打てるのよ。なので、ダメージがすっごい出る。ちょっと待って、この、なるほどね。なるほど、透明化してるときは、こんな感じになるのか。これは強いぞ。ちょっと待って、ボス行ってみましょうか。ボス多分結構簡単に倒せると思うよ。では、ボス行ってみましょうか。機械仕掛けはちょっと矢の消費が激しかったので、ウィンドボウにしてます。これも虚無がついてますね。うん。で、ドラを入れて。ちょっと通常攻撃せずに、帯電だけで行ってみるね。マジか。ガシガシ減るぞ。ちょっと待って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 。すごくないか、これ。ひどいね。帯電だけで1000万とか軽く出るね。これはちょっとやばい装備だ。
それではもう一度言ってみますね。前回がこれ弓虚無だったんだよね。弓虚無は倍率が低くって 300% となってます。今回武器で叩いてから、帯電を入れていこうかな。武器虚無が 600% 倍なんだよね。武器の方が強力なので、これを入れてから帯電食らわせてみよう。どうなる。さっきのが1200万とかダメージ与えてたので、今回はどうなるでしょうか。1300万、1200万、1400万ぐらいか。あ、わかった、わかった。バーストボーストリングついてる。バーストボーストリングついてるから、こっちで上書きしてるんだね。なるほど。上書きしちゃダメ。こっちは大丈夫ね。バーストボーストリングついてません。うん。OK。で、これで、武器攻撃してから、上書きされたね、多分。で、帯電。5000万ちょっと待って待って。ちょっと偉いこっちゃなってるぞ。5000万2800万。え、これちょっと5000万すごいな。え、帯電のダメージで5000万いくよ。多分マックスまで貯めると6000万いくかもしれない。マジでか。はい、ということで戻ってきました。完全にやばいですね。完全にやばい。263の帯電の雷フォーカス付きがやばいです。ボスに5000万とかダメージ与えますね。うん、まあまあちょっとやりにくい感じだけども、普通に弓で虚無を入れてやる感じでも1300万、1400万軽く与えますね。これはちょっとやばいかもしんない。うん、ちょっと帯電はね、強いっていうのは、あの、勇者のアーマー使ってて分かったんですけども、263でさらに、雷フォーカスが入ってると、やばいです。めちゃくちゃ強い。いや、でもね、残念なことが、軽減なしの防具についたっていうことだね。なぜ輝くローブについたかな。まあまあ、クールダウンはね、2つ入ってるっていうことで、まあ、それはいいとしよう。いや、できれば、軽減付き勇者とかさ、ウィザーとかフルメタル、そのあたりについて欲しかったなぁ。あ、でもまあまあ、今後のね、厳選で、これはちょっと狙っていきたいと思います。やばそうです。はい、ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。